はいお疲れでーす、えー、昨日のスターダムの現地民の感想を喋っていきます僕ねスターダムの後楽園行くのってだいたい4ヶ月ぶりぐらいとかなんですよね最後に行ったのが4月のアリカバーラスト復活それ以来なんですよねでそれ以降から後楽園も行かなくなったしでスターダムを見るのもサボりがちになったんですよねちょうど4月以降からスターダムのマッチメイクが めちゃめちゃ雑になったんですよね。やたらスリーウェイばっかりで、おいおいおい、なんだこのマッチメイクはみたいな。そっから僕、ちょっとスターダムって、少し見切りをつけた感じがあったんですよね、正直。あの時、ひどかったじゃないですか。もう雑すぎるスリーウェイ連発で。あの時って、もしかしたら、まあ、岡田社長がマッチメイクしてたのかどうなのかわかんないですけども、僕はあの時のね、スリーウェイやたら連発に、うーん。 マッチメイクカード考えのめんどくせースリーウ上でいった。みたいな、なんかそういう感じの背景が見えちゃって、まあそっからスターダム熱ってね、結構一気に下がったんですけど、ファイブスターあたりからですねそ、そっからね、僕の中でちょっとスターダムっていい方向に見方がまた変わったんで、また前みたいにね、あの定期的に後楽園行ったりとかしようかなみたいな、今そんな感じのスタンスですね。はい。 はいでまあ、そんな今日のコラーなんですけどもなんとびっくりいつの間にかですね3000円の超格安席ができてたっていうねこれ僕チケット買う時に気づいたんですけどもえ何いつの間にかこんな安い席あんのと思ってちょっとびっくりしたんですよねこれって意外とそんなに告知されてないかなって思うんですけどもこれもうちょっとねバンバン宣伝してもいいのかなっていう感じしますよ 僕ですらね、こんな格安の席があるなんてことを知らなかったんでね。だから3000円だったらね、すげえ行きやすいっすよ。はい。まあ、そんなとこっすね。で、今回は、えー、11時半開始ので、で、ちょうど11時半のスタートから、えー、5スターの表彰式が行われるっていう感じだったんですよね。で、なんか表彰式のなんか特別ゲストで棚橋さんが来たんですけども、ぶっちゃけ棚橋さん、 5スター関係ないよねっていうのはねちょっと内心思ったんですけどもはいまあまあでもねこうやって田橋さんがこう来るっていうことはまあいいことなのかなっていうただ岡田社長からあのトロフィー渡すよりだったらまあ棚橋さんから渡した方がまあ見栄え的にもいいよなっていう、うん、まあそんな感じは思いましたねはいでこの今回のこの表彰式は各賞に受賞した選手が棚橋さんからトロフィーを受け取って棚橋さんと写真撮って えー、マイクするみたいなまあそんな感じの流れだった,だったんですけどこれヒール選手もこの表彰式には参加するんですよね今回で言うと上谷手倉渡辺桃はいでみんな綺麗に成立している中で、まあ、ヒール選手だけは端っこにもたれかかったりして、まあ、ちょっとグレてます予感を、まあ、演出しながらちゃんとこの表彰式には立つっていうまあそんな感じだったんですけどでは果たしてこの選手たちが どうやってこう棚橋さんからこのトロフィーを受け取ってどういうアクションをするのかっていうのがちょっと注目ポイントではあったんですよでまず渡辺桃は棚橋さんから受け取るトロフィーを自らこうバグって取ってちょっとグレてる感を演出でテクラは全然普通でしたで上谷は棚橋さんから受け取る時に圧巻米ポーズして受け取るっていうで最後棚橋さんと一緒に圧巻米ポーズして記念撮影を撮るっていうねはい 金井さんもちゃんと上谷の赤んべいポーズに乗るっていうね。はい。まあ、ここがちょっと見どころなポイントだったですかね。はい。はい。で、最後は岡田社長も、えー、リングに上がって、みんなで記念撮影して終わりみたいな、そんな感じで。で、最後、みんなリングから履ける時に、岡田社長が、一丁前に、ロープを開けて、どうぞ、お通りくださいばりな感じで、岡田社長が、ちょっとかっこつけながらね、ロープを開けてるのが、 僕が気になってしまったっていう感じですね。はい。でも岡田社長ね、この辺やっぱすごい慣れてるっていうかね、リングインするときとかもね、ちょっと軽やかな感じを見せてたんで、なんかこの辺、私、学プロ出身ですから、はい。何かバリな感じの、岡田社長から若干透けて見えた、カッコつけ心、ドヤ顔心みたいな、ちょっとそこが気になったっていう感じですね。はい。えー、はい。まあ、そんな表彰式でございました。はい。以上です。 はいでここから試合の感想ですね。第一試合がスターライトキット対リアンあ。この試合なんですけど、僕はこの試合が終わった後に、このリアン選手がスターライトキットの勧誘を受けて、ネオジェネシスに入るのかなみたいな、まあ、そんな感じで思ってたんですよね。今のネオジェネシスだったら、キットがしっかり面倒を見てくれそうだし、で、レジェンドの鈴木すずもいるし、あネオジェネシスでいいんじゃねえかなとか思ってたんですけども、まあ、結局、ネオジェネシス入りはなかったんですよね。はい 最終的に今日のセミファイナルの流れを受けて、あれ e いネクサス b 入りなのみたいな。まあそんな感じで終わりましたね。はい。まあそんなとこでしたね。はい。以上です。あ、で、あと、ちょっと1個言い忘れたんですけど、この試合、第1試合からね、あの表彰式終わって、田中さんが岡田社長と一緒に、まあ,あの本部席に座って、この第1試合からメインイベント、も大会を全部観戦されてたんですよね。で、ちょうどこの第1試合で、 キットが入場してきたときに、キットが入場するとあの手拍子になるじゃないですか。この手拍子を、田中さんも一緒に手拍子をして、あのもう半分お客さん的な感じでね、一緒に盛り上げてくれてましたね。はい、それがね、さりげなく僕、印象に残ってるっていうところでしたね。はい、以上です。はい、で、第2試合が、えー、っと、リナとルアッカ VS サクララのタックマッチ。この試合なんですけども、最後、 彩が、えー、リナから丸め込みながらも大金星を上げるっていう、まあ、そこが一つのトピックだったんですけどもまあまあそれは置いといて僕この試合でね印象残ってるのが最後彩ヤ選手が、えー、丸め込みでこう決めにかかるときにこのパートナーのねクララサヤカさんが渾身のジーンブラスターを決めて分断するっていうねこの分断のタイミングとかがねすごくうまくておおっ ってね、なりましたよで決めたのもねルアカっていう巨漢相手にね渾身のジーンブラスター決めてたんでルアカ相手に綺麗に決めてたっていうのも良かったですねはいまあそんな感じでこのクララサヤガ選手ねなんか見た目はなんかアイドル風な感じの可愛らしい感じなんですけども必殺技がねジーンブラスターですからね僕ねこのクララサヤガ選手のジーンブラスター結構好きなんですよねはいまあそんなところで素晴らしいタイミングで分断に成功したジーンブラスター はい、これがハイライラトシーンででした、はい、以上です、はい、続きましてスリーウェイマッチ八神ランナー、飯田紗えー、白川美なこの3人のスリーウェイなんですけど白川選手が、えー、海外遠征から約、まあ、1ヶ月ちょいぶりの、えーまあ、国内復帰戦だったんですよね。でこれちょっと誰が勝ったのか忘れちゃったんですけど最後白川選手がこの新しい あの白川コールまあ、白川ちゃんとをまあ、披露するまあ、そういうレクチャーがあったんですけどただねこの会場のノリってのもいまいちでそこまでね多分白川選手が求めるようなちゃんとは帰ってこなかったみたいなちょっとそれがねある意味ちょっと気の毒に見えたかなっていう感じなんですよこれ別に決して白川選手が人気ないとか全然そういうわけじゃないですよこれもう誰もが知ってる通りに今のスターダムの客層って こういうコールとかあと試合の時の歓声とかってやっぱ全然薄いんですよねこれ別に今回に限らず日頃から言われてることなんであれなんですけどもなんか白川選手がねこう一生懸命やろうとしてるんだけども残念ながら今のスターダムの客層ってこういうのにねやっぱちょっと反応薄くなっちゃうんですよねうんでこのスターダムのこの客席静か問題って ついこの間も木谷オーナーが取り上げて、まあちょっと一時期話題になったんですよね。なんだっけかな、ツイッターで、えー、とあるファンが、えー、初めてスターダム行ったんですけども、今のスターダムはおつや状態で、これだったら選手がかわいそうですみたいな、もうちょっとなんとかしてくれませんか的な、なんかそういうツイートしたら、なんかそれに木谷オーナーが、全くおっしゃる通りです、えー。改善しますみたいな、そういう投稿をして、 ちょっっと一時期話題になったんですよねだからこのスターダムの会場お通夜問題これってねなかなかもうすぐ改善できるっていうもんではないんで物理的に結構難しいっちゃ難ししいいっんですよねやっぱり今のスターダムの客層はもう僕みたいに腕組みロッシー小川または木谷オーナー式のように黙って腕組んで微動だにせず見てるっていう客層の割合が 圧倒的に多いんすよだからいくら改善するとか何とかって言ってもこれは物理的に難しい問題なんですよねだからこのおつや問題で僕が1個改善策を出すとするのであれば新宿フェイスでもうちょっと試合やろうぜっていうねもうこれしかないんじゃないのかなっていう感じですね新宿フェイスだったらこの新宿フェイスの魔法があるので 普段声が出さないような人でも全然声が出したくなるようなそういう魔法にかかる,かかるんでなんでこの観客席おつや問題これの解決策の一個として新宿フェイスでもうちょっと大会やればいいんではないですかはいちょっとこれは僕一個提案させていただこうかなというふうに思いますはい以上ですはいで次が、えー、スターズ対ネオジェネシスの6人タッグでこれ見て思ったんですけどやっぱりね 鈴太すぎるわっていうねちょっとやっぱそれぐらいしか感想がないっていう感じですかね。はい、特にね今回パートナーの天崎と安住この2人も細身だしで対戦相手の岩谷小熊河ももまあ小熊は除外したとしても岩谷さんもう郷選手も細身なんで余計ね対峙するとね鈴木鈴の 太ささがねねよより強調されるっていう感じなんですよ、ね、今の鈴の、えー、ニックネーム、くれないの狂乱娘っていう、えー、前からこのニックネームなんですけども、ちょっともうくれないの狂乱娘。娘っていう表現、ちょっともう厳しくないかいっていうね、ちょっとその域に来てるかなっていう感じはするんで。 なんで、このままの体型だったら、もう、紅の狂乱娘はちょっと使えなくなるかなというふうに思うんで、このままだったらね、紅のレジェンド。もっと言うと、紅の長内草。紅の伊藤薫。この辺になってもおかしくないかなっていう、そんなのを思った、この6人タックでしたね。はい、以上です。はい、で、次が、えっと、ゴッツアイとヘイトの8人タック。この試合は、 なんかコナミと趣里がまた構想に入りそうかなっていうまあそんなところとあとねなんかやっぱ上谷って一人だけ身長がねめちゃめちゃ高いなっていうそれ思ったですかねなんか今のこの黒い子を仕様になってからよりこうスラッて見える感じがしますかねで表彰式の時でも思ったんですけど 一人だけ、あれなんかすげえでかいなっていう、まあ、そんな感じは思いましたかね。やっぱ黒、この黒いコスチュームになってからねなか、なんかより大きく見えるかなみたいな、そんな感じってどうですかね。はい。というわけで、まあ、毎度のことなんですけども、えー、やっぱ神谷の出る試合はね、やっぱ神谷を注目してしまう、えー。これが存分に発揮されたこの8人宅でした。はい、以上です。はい。で、次が白いベルト、次期挑戦者決定戦の 3way。ラハズキ はなえー、このスリーウェイだったんですけど僕はねこれ、まあ、順当に手ラかなと思ってたんですけどもこれは葉月が勝って、えー、次の来週の大阪で葉月対夏ポインが組まれるっていう形だったんですよねでこのスリーウェイで僕が注目して,してる点は今回敗れてしまった選手はこの3人の白いベルト挑戦者争いから一番最後の列に並ぶ だろうなみたいな、まあ、そんなイメージで見てたんんでですよねなんで今回ハナンが取られたんでこれこの3人の順番で言うとハナンが一番最後ってことは時期的に両国あたりでハナンが挑戦みたいななんかそんな感じを思ったんで今回負けてしまった選手は一番最後の列に並びイコール白いベルトを獲得する可能性が一番高くなるっていう、まあ、そんな感じで見てたんで。 なんで、今回の結果を受けると、まあ、これ、ハナンが両国あたりでベルト飛んじゃねえみたいな、それは思ったですね。だから、今回、ハズキがトップバッターなんで、まあ、これ、トップバッターは絶対負けるでしょっていう。今、ナツポイを防衛0回で終わらすメリットってないんで、ここはトップバッター、ハズキが破れます。で、次が多分、テクラでしょうね。で、テクラ防衛します。で、3度目の防衛戦あたりで、 もしかしたら花が取っちゃうのかなみたいな。うん。そんな感じでどうですかね。はい。以上です。はい。で、続きまして、セミが、タム、ナツポイ、水森、対、マイカ、月山花子の6人タッグ。でね、これ写真撮り忘れちゃったんですけど、今回花子が、約1ヶ月ぶりの、えー、海外からの凱旋みたいな。まあ、そんな感じで、風貌がね、前より垢抜けてね、 なんか前より全然怪物感を出してきたなっていうそんな感じがしたですよね。だから同じ巨漢契約のレディー・シー。レディー・シーとね、だいぶその風貌とか、そういう雰囲気の部分で差がついちゃったかなっていう感じなんですよね。やっぱりこういう大きい選手に求めてるのって、こういう怪物感みたいな、それって求められてたと思うんですけども、なんかレディー・シーに求めていたようなものを、もう早速花子が 取り組んじゃったみたいなそんな感じを思いましたがねはいなんかいい感じの怪物感と、えー、強キャラ感みたいなのが増してきたかなみたいなそんな感じでしたがねはいで試合後は、えー、中野タムとマイカによる、えー、マイカアピール合戦だったんですけどこの赤いベルト戦結構注目っすよねまあその勝敗の行方もそうなんですけども なかなかどっちが勝つのか読みづらいみたいな、そういうところはあると思うんですけども、まあ僕はね、これ中野多分防衛でしょみたいな、僕はそんな感じで見てますよ。はい。まあそんなところっすね。はい。で、次がメインイベント。えー、ジーナ対セイラメイ。えー、この試合の感想は、やっぱジーナってめっちゃ器用や、みたいな、えー、それは思ったんで、まあこれ何度も言ってますけども、トニーカンに見つかるのも時間の問題かなっていうところをより強調させられたっていう、そんなとこですかね。 はいまあその動うですね、えー、最後これは引き分けで終わったんですけどこれ新日本の今日の感想の時にも同じこと喋ったんですけど新日本の、えー、今回のメインイベントも15分で時間切れ引き分けでこのスターダムのメインイベントも、えー、ハイスピード戦15分で時間切れ引き分けあれこれって作者同じじゃねえよなみたいな。 うん、なんかそれはやっぱり思っちゃいますね、うん。なんかそう思ってしまうのは僕の気のせいですかね。ごめんなさい。まあちょっと考えすぎかもしれないですけどもね。あれなんかあえて足並み揃えたのかたまたま足並み揃っちゃったのかよく分かりませんがとりあえず作者一緒じゃねえか疑惑が僕の中で出たっていう感じですかね。はい。まあ、そんなところでした。はい。以上です。はい。まあ、というわけでいろいろ言いましたけども結局何言いたかったっていうと今回の後楽園日曜日開催でも 超満員にはならずやっぱこれ見るとチケットを安くするのも効果はあるにせよやっぱり一番効果あるのは対戦カード次第なんだよって思ったってこと。